こんにちは、ヨンギャの中野です。では早速、追っかけの墨付けの方をやっていきたいと思います。普段はですね、こういう型を使って墨付けをしています。というのも、実際建物を墨付けしようとすると、これ何個も使うんですよ。なので、まあ型に作った方が、合理的だっていう話と、あとはですね、精度ですね。この斜めの部分がちょっとでもずれちゃうと、やはり結構な誤差になってくるので、まあこれであれば常に同じ形が作れるというので、これ1個作っています。今回はですね、まあ一個一個差し金を使って書くっていうのと、型を使ってやるっていうのもですね、一つやってみたいと思います。で今回はですね、105角ですねの、場合の墨付けの方をやります。これがもしも針とかで大きい場合、例えば200等とか、240とかそういう大きい針の場合はこうしますよっていうのをですね、ちょっとコメントで入れていきながらやっていこうと思っています。では墨付けをしていきます。まず基準の墨ですね。はい、と、この墨から150と300の墨をつけます。芯ですね、を書きます。これが少し痩せて104ですね。なので52。ここが105なので 52.5 ですね。はい、で、センターの隅、まあ、こことここだけですね。書きます。まずここ。この場所とこの場所ですね。で、差し金をこのように当てます。こう。こうですね。ここの丸と差し金の内側と、ここの丸と差し金の外側ですね。だから斜めにかけるっていう感じですね。こういうふうに。こういうふうに当ててあげます。で、ここからここまでと、あと根元、ここを書きます。で、反対が、こうと、こっち側ですね。こっち側先っぽだけと。はい。で、この隅から15ミリいったところ。で、こっち側もですね、この線から15ミリ。こういうふうになります。で、ここがとんがって、ここが保存になります。で、まあこれ、上の木と下の木、両方あるので、今回こっち上の木だとします。で、これが上木ですよと。まあ上なので、上からこう裂いていく方です。ですよという印をつけます。で例えばこれが針で、105の200等とか、そういうふうに、背があるもの。まあ、針のようなものになってくると、この長さが変わってきます。基本的には、この幅ですね。ここの3倍ですね。まあ、3倍から 3.5 倍っていうふうに言われています。なので、200等だったら、まあ、3倍なので600になりますよと。で600の半分なんで、300、300で書きますよという感じになります。で、その時に、これ差し金足りなくなるんですよね。例えばこれ300と、300で書いたらこの倍のものができるんですよ。すると差し金届かないですよね。でそういうふうになった時には、ここに、ここから15ミリで印をつけて、こういう長い定規を使ってこの斜めの線を書いたりっていうふうにします。ということで、まずこれが上刃ですね。で、次、横を書きます。横が、とても重要で、まず、これですね。これが、滑り勾配という斜めの線を描きます。で、これが、僕は下12ミリを取ります。で、ここ、これ基本的に、10分の1勾配ですね。なので、10分の1の寸法。これ105なので、10.5 ミリでもいいんですけども、
まあ、基本的に借款法3の倍数でいくので、9の次12ミリ繰り上げて12ミリというふうに考えて僕は12ミリにしています。はい。でこの斜めの線を書きます。でこの今斜めの線は、前に向かって斜めの線を書きました。でこれが浮気の場合は前に書きます。で下着といって、受ける方ですねの方は反対側に線を書きます。なのでこれ間違えないように気をつけてください。であと、横の隅ですね、これまっすぐ下げます。で反対側これですね、この線、この線を側面に書きます。はい。で裏に行きます。で裏も、さっき回したこれですね、この線を半分ぐらいまで書きます。半分過ぎるぐらいですね、書きます。でこれもですね、これも半分過ぎるぐらいまで、あとこれもですね、半分を過ぎるぐらいまで書きます。でまたセンターを書きます、52なので52と、こっちはまあ微妙ですけどね、 52.5、 逆になるのでそれを間違えないように気をつけてください。まあこういうふうになるんですね、反対側なのでこの点とこの点で差し金の外側ですね。でこっち側は差し金の内側の方に当てます。でこっちとあとここですね、根元で押さえたまま反対側をと先っぽと、でまた15ミリ、こっち側も15ミリで、ここが穴になってこっちは細刺さる方ですよという形になります。これで浮気の方は完成です。では、下着の方を締め付けをしていきます。で基本的には、形はほぼ一緒ですね。まず基準を書いて、そこから150と300ですね、の線を書きます。はい。で、芯で、52。はい。で、芯を書きます。はい。で、先ほどと同じこの丸のとこですね。差し金の内側と差し金のこちら外側当てます。これと。反対と、を書きます。で、15ミリと、こっちも15ミリ。これが下着ですと。で、あ、ここが細になって、ここが穴になります。で、違いはここですね。次の滑り勾配だけが違います。まずこれまっすぐ下ろして、さっきは、下着は前に行ったんですね。で、逆に、後ろに12ミリ取ります。はい、こちらですね。下まで。基本的には下着はこっち側に刺さってくるみたいな、受けるっていう感じで下にこっち側に置きますよっていうイメージでこっち側に書いてください。で反対側、反対側はこれだけですね、この隅だけです。はい。
で下歯が半分より少し行くまでそれぞれ書きます。でセンターですね、52。はい、で先ほど、これですね、そこの真ん中の点で、これを差し金斜めに書きます。さっきと反対になるので、差し金の外側がこっちですね、で内側がこっちと、で斜めに当てて、で15mm、 こっち側も 15mm と、でこっちが舗装になってこれが穴になりますよという形になります。追っかけの上木と下木の違いはこの滑り勾配だけです。で、まず下木の方ですね、下木の方は、このまっすぐ下ろした線から中側ですね、中側に 12mm バックします。で浮気の方はそのまっすぐ下ろした線から逆に前にですね、前に 12mm ゼロという形になります。ここだけの違いなので、気をつけてください。普段やってるこういう型使って積み付けする場合っていうのをやりてみたいと思います。でまずこれも同じで、基準の線を書きます。で、一応150と300ですと。で、芯も書きます。はい。これも52かな。はい。で、芯のところだけ。はい、でこういうふうに型を置いて、僕はもうここですね、ここと同じくここを、芯に合わせて、はい、コピーします。であとちょっと足りない部分とかは差し金を合わせてちょっと線を延長してあげるイメージですね。でまた15mm と15mm と、であとは同じですね。であとこのガイド、さっきこうやりましたね、なので裏なので反対側になります。で反対側に当てて、まあ、なのでこれ間違えにくいというか、ひっくり返せば間違いないので、はい、でまたこれを線を伸ばしていきます。これで一回形書いてからもう一回こうやって当ててるんで、二度手間な感じするんですけど、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、確認になるというか、まあ、この方が僕としては同じ形になるので、精度が高いなというふうに思っています。
でこれが先っぽで穴になりますと。はい、ガイドを使うとこういう形になります。二度手間な感じはしますけど、こっちやった方がミスも減るし、まあ、精度が高いかなというふうには思っています。墨付けは以上です。